え、でも、キノコ見たことないよね。ってなんか前にも言いよった気がする。え？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、電木隊長？隊長やったっけ？あの人のところに行かんといかんだよね。なんかまだ結構さ、サブクエのマークみたいなのがいっぱい出とったんやけど、ん？この人ではない。上？か？上やね。上やね。隊長じゃなくってあれか、団長か。ここや、ここ。あの、でっぷりしたおじさんってことやろ？あれ？あ、そっか、一番上やっけ。もう、何回よ。このパターン。この人、この人。思ったよりでっぷりはしてなかった。でっぷりって表現するほどではなかったな。ガチグマか。キングではない、ポケモン、ん？キングではないポケモンまで荒ぶるというのか。びっくりした。そんなとこで着る言葉じゃないよね。関や海から報告はないが放っておけんな。それにしても、ひなつ殿、ガチグマが暴れている件、よくぞ知らせてくれましたな。ガチグマ、どんな感じ？私の中ではなんか、リングマとかそのあたりが、ね、思い浮かんどんやけど。うちのリーダーも時間がないって忙しそうだし、ガチグマのキャプテンにもあしらわれちゃって。銀河団しか頼れないんだ。ガチグマのキャプテンは真珠団の夕顔殿か。ガチグマのキャプテン？待って、なんか知らん用語がいっぱい出てきるんやけど、ガチグマっていうのはポケモンじゃないの？え、なんとか団みたいなやつの仲間？カズエルキャプテンのうちで一番顔面、いや、古式ゆかしい女性だからな。ガチグマ？女の人な。任務代な。グレンの湿地でガチグマを調査せよ。いや、やっぱポケモンよね。ガチグマのキャプテンって何？ガチグマの調査に行くためのキャプテンってこと？なんかいろいろ端折っとる？場合によっては部位を示せ。また同じような感じかな。次なる調査対象のエリアはグレーの湿地。黒曜の原野よりも強力なポケモンが生息しており、移動ルートも険しい谷間や崖のある海岸沿いと厳しい。いやー、別に、一回目はいいんやけどさ、その後、もうちょいね、なんかシュンって、ボス手前ぐらいまで行けたい。新たなエリアに行けるようにするには、団員ランクを二つ星以上にせよ。二つ星。今行ける範囲でポケモンを捕まえたりと、図鑑タスクをこなし、図鑑のページを完成させるのだ。どうせ図鑑タスクとかね、やるんやったら、サブクエをね、ん？確認する図鑑タスクはこなしているか。確認する図鑑を見せたまえ。何？いちいち確認するってつけなくて大丈夫よ。いや、まだまだ一つ星団員なんでちょっと。ちょっと、はい。図鑑だが、ラベン博士に協力して、さらに調査を進めよ。図鑑タスクをこなしていくのも重要だ。了解しました。ってことで、ちょっと受けられるサブクエとかがあったら、それを受けていこう。おお、なんかいっぱい出とるやん。ここは、タオファさん目。誰？タオファさん。いまだに、私多分、どの人の名前も覚えてない気がする。ラベン博士はわかる。さてさてそこのお客さん、新商品が入荷したら嬉しいだろ？まあ、うん。そうやね、コンビニとかでもワクワクするね。店員としてもワクワクしよったけど、お客さん的にも、うん。そうだろう、そうだろう。でもな、タオフさんが店に新商品を卸してくれなくてさ。え？そんな笑顔で言われても。僕が何言っても効果なくてさ、君に仲介してもらいたいんだ。何？生き生きな方を3つほど手土産にすれば大丈夫。頼まれてよ。何？生き生きな方って初めて聞いたんだけど。新商品を仕入れたい。サブ任務23。絶対23も受けてないよね。めちゃくちゃ今までにあったのか、他の。と道具を手土産に製造隊リーダーのタオファと話をつける。生き生きな方は、変えたりはしない感じか。
持ってる？いや、持ってないよな、多分。キーナホなんか聞いたこともないもん。え、持ってないっすね。大切なものでもないよね、別に。薬草。キーナホってどこにあるん？なんか、説明的なものはないのか？違う。ですね。任務リスト、サブ。なんか結構いっぱい受け取ったな。全然普通に忘れてたけど。え、これ全部受け取るやつってことやろ？キノコ寄せ玉の広告と、もちもちキノコ。これは村人のようにコロ帽子の完成した図鑑。完成してないってことか。こけし。ポケモンこけしをクラフト。翡翠地方の各地に散らばっている灯火を集める。107個。あ、あの女の子のやつか。で、新商品、キーキーナホ。めちゃくちゃなんかいっぱい受け取るけど、全然クリアできてないやつ。いやー、まあね、でも受けるだけ受けとかんと、あれやん。なんかね、せっかく条件満たせれる状態になっとるのに、クエストを受けてなかったら意味ないっていう。狙って投げて、射的？いや、君、射的に興味ない？射的はボールを投げて風船を割る。簡単楽しい遊びなんだ。簡単でじゃないの。点数ごとに景品も用意していてね。君が1万点以上出せたら特別な景品もつけちゃうよ。結構高い点数な気がするけど。どれぐらいが普通？おじさんは野外訓練場にいるから射的がしたくなったら声をかけてくれ。サブ任務26。目指せ射的の伝道師。これを1万目指さんといかんってこと？ことぶき村の射的で1万点以上を記録する。で、射的場っていうのは、どこ？あれか？え、違うか。え、違うよね。待って。とりあえずここで、目指せ射的の伝道師。どこですかね。え、これでさ、旗のマークが、どこ？え、出てなくない？全然出てなくない？どこだよ。射的場ってどこですか？新しい依頼。うわ、依頼だらけや。めちゃくちゃ依頼だらけや、わからん。あれ？さっきマークつけんかった？あ、これにしかついてないんか。え？くそ、わからねえ。この中かな、でも。あれ？外ですか？射的。強いポケモンを調べるなら道具も揃えておかないとね。別にそんな中腰になってまで聞かなくても。普通にもすぐ辿ってくれたらいいと思うよ。なんかさ、同じ顔のキャラクターが、ねえ、その辺の人たち、いっぱいおるけんさ、顔で見分けをつけるっていうこともできんのよね。だってこのおじさんさっきの人と同じ顔やけどさ、絶対違うやん。もういいよ、みんなに声かけていくよ。おお、あんた調査隊か。ちょうどいいところに来てくれた。めっちゃいい笑顔。畑を広げたいんだが地面が硬くてな。耕して伝えが欲しいんだ。畑が広がれば調査隊はもちろん、みんなも喜ぶ。つまり一蓮托生。一蓮托生？さあ、地面タイプのポケモンがいたら貸してくれ。畑を耕す相棒を、サブにも27。地面タイプのポケモン、今現在持っとったっけ？いや、いねえな。全く持っていねえな。ちょ、待って。ポケモン持ってくるわ。え？あそこか？あれかな？ポケモン。地面タイプのポケモンとか持っとったっけ、私。いや、前にさ、なんかこういう感じで移動しよるうちにさ、
不適症が見つかったりとかせんかな。ないな。どうも。さて、ポケモンを預けていくかい？とりあえず、地面タイプのポケモン私持ってないんやない？もしかして。持ってなさそう。お、これは持ってねえな。あ、全く持ってねえわ。おると思ったのに。全然やった。くそ。ね、私にクリアできるサブウェはないんすか？なんの音？ポケモンと人ね。ポケモンの音かな？なんか、気の抜けた音が聞こえてきたけど。は、君は。ポケモンと仲良しだったおばあちゃんの面影を君から感じる。きっとポケモンと仲良くなら才能がある。いやー、ちょっと、ねえ、同年代か年上か知らんけど。こんなね、おばあちゃんの面影感じるとか言われたくなくない？なんか、悪い意味じゃなかったとしても。君が連れているポケモンがどれほど君と仲良しか見たい。君とポケモンの仲良しの姿を僕に見せてくれ。仲の良さを見せてくれ。なに？どうやってやるの？それ。とりあえず出せばいいんかな？ポケモン。仲良し。じゃあ可愛い子がいいな。不安定出しとこうっと。まだ初々しさを感じるな。これからもっと仲良くなれるよ。ってことは、日の嵐？なんかさ、どこかしらで仲良し道みたいなの分からん感じ？分からんか、そんなの。あともう一押しかな。ち。え？誰だ？誰だ？ブイゼル、ムクバード。レベルの問題？じゃないよね、多分、親密度的な。多分みんな浅い気がする。おそらくきっとみんな浅い気がするぞ。もうちょっと時間が必要やね。あ、本物だ。本物です。ポケモン相棒にしてるやつだぞ。そんなね、真ん前で言われても。あんた立派な銀河団員になるには何が大事かわかるか？勇気、知識、勇気じゃない？うう、何？違う！いや、それも大事だけど。相棒だよ、相棒のポケモン。ポケモンの力を借りれば100人力さ。そんなの選択肢になかったので。いつの日かポケモンを捕まえるため、ボールを投げる練習をしてるぜ。でも本物を使った方がいいだろ。調査隊ならボールを持ってるよな。5個でいいから俺にも分けてよ。私だっていっぱい欲しいよ。銀河団に憧れて。お、サブにも5やって、だいぶ少ない文字に、文字？少ない数字になった。はい。どうぞ。私だって11個しか持ってないんやけんね。そのうちの約半数を。あゆなはモンスターボールを5個渡した。やった、これで相棒ができるぞ。俺だ。俺が頑張って集めた頑張りの砂だぞ。詳しいことはペリーラさんに聞いてくれ。誰？ペリーラさん。あ、でも多分、要はあれやろ。地面タイプのポケモンに持たせたら、なんか地面、技の威力が上がるみたいな。もらったモンスターボールでいっぱい投げる練習するから、俺の相棒に向いているポケモン調べておいてくれよな。知らない。石つぶてとかじゃないかな。頭の形的に。でも、ししおっていう名前やけん、ししおどしとかでもいいかもしれん。おったよね、そんなポケモン。金銀あたりに出てきたはず。マジで、最近のポケモンの方が知らんけんさ、私。全くもって。何？ねえねえ、聞いて見ちゃったの。サブクエだけでも十分、めちゃくちゃいっぱいあるんだが。聞いて聞いて、私見ちゃった。見ちゃったの。めっちゃ笑顔どうした？話したくてしょうがないんやね。何よ？赤い火の玉よ。夜に風抜け道を通っていたら、ヒュードロロって、不気味な音が聞こえてきたぞ。ん？また言ってる。調査隊さん、信じたらダメだよ。姉ちゃんはいつもこの調子なんだ。ん、弟？嘘じゃないったら、夜赤い火の玉を見たんだってば。あれやない、私がサブクエで受け取るやつの一つじゃない？違う？百何個あるとか言う。本当なら俺にも見せてよ。じゃあね。見せてよっていうくせに去っていく。本当に見たのにどうして信じてくれないの？あなた凄腕の調査隊でしょ？赤い火の玉なんて簡単に取れるよね。いや、目の前に出現してくれれば。赤い火の玉取ってきてちょうだい。
そんなね、嘘か本当かもわからんような状態で、赤い火の玉の謎。夜の間に風抜け道で赤い火の玉を捕まえる。風抜け道ってどこ？まずそこからなんだけど。風抜け道とは？おー、サブクエいっぱい増えたな。赤い火の玉の謎。わからん。でもとりあえず夜じゃないといかんのよね、これは。オッケー。なんか受けられるサブクエはいっぱいあるんやけど、解決できるサブクエはすごい少ないね。その場で解決できるやつ。お掃除。上層台さん、いいところに。薬の材料を探してきてくれない？もうなんかすごい、あれよね。便利屋よね。めまいがするほど苦い水場の植物なんだけど、どこに生えているか知らなくて。めまいがするほど、それ大丈夫？療薬口に逃がしって言うけど、なんか毒な気がする。詳しいことは医療隊の民さんから聞いてね。苦い葉っぱを探して。医療隊の民から薬の材料の情報を聞く。これはなんか、ちゃんとガイドしてくれそうな気がする。苦い葉っぱ。医療隊の民さん。全然ガイドしてくれなくね？全くもって旗印浮かんでこないんですけど。辛い。めっちゃ辛い。わからん。そこに書かれただけやんけ。医療隊、とりあえず何？本部に行けば、おる？医療隊、別のところにおるとかいうことないよね。わかりづらいぜ。なんかよくしょっちゅうしてるのが MMORPG やけんさ、もっとわかりやすいんよね。なんならクエスト発生したらさ、ポンってそのクエストタップしたら、目的地まで連れてってくれたりとかするもんね。で、医療、どこですか？違うね。違うね。あ、この人かな？絶対そうやろ。キネさんやった。あなたが元気でもポケモンが元気でないと襲われた時に大変よ。んってめっちゃ可愛いんやけど、ここ。この人も可愛いし。ピンクいいね。あ、この人かな？トヨさん、違うやん。キングたちも調査するのかい？調査隊も大変な仕事だね。ね、ここ、医療班やろ？どこだよ。寝てる人には声かけれないの？いや、かけられても困るやろうけど。マジでおらんねやけど。なんか光よりよ。これか、あのサブクエの一つのやつか。ほら、このエリアに散らばっている灯火の数は残り5個。初めて見つけたんだけど、私。いや、嬉しい。一瞬何かと思ったよ。調査隊を聞いてくれ。おかしなもんを見たんだ。奥の森で畑で育てられそうな作物を探せたら、チェリムってポケモンの姿が変わる瞬間を見たんだ。進化じゃね？夕暮れで薄暗かったが、花びらが閉じてつぼみのようになって、噂の進化かと思って感動してさ。でもよ、翌日、チェルモを見に行ったらまた咲いてるのよ。どうして咲いたり閉じたりしてるんだ？俺が見たのは進化なのか？あれじゃない？時間帯によって姿が変わるやつじゃない？チェリモの図鑑完成したら見せてくれよ。咲いて閉じて。チェリモはまだ見かけたこともなかったのかな。奥の森におるっぽいけど。もうこれでサブクエ受けられるやつは全部受けたんかな。クラフトでこけしが作りたいんだけども、木材が3つ。木材ってどう手に入れるんかな？木材が3つ。こけしは何個必要？ 1 個だけかな。あ、1個だけっぽいね。よし。木材だけならなんかサクッと手に入れられそうな気がするんやけど。難しいかな？どれが木材に当てはまるんかちょっといまいちわからんしな。じゃ、出てきます。黒曜の原野で、
軒家ベースで OK。ポケモンや道具の準備なら声をかけてくれ。了解です。いましたっけあなた。ずっとおったっけ。すごいキノコレシピを君に教えるよ。もちもちキノコを一個取ってきてくれ。あ、なるほど。砂漠屋の人だ。もちもちキノコ。でも言われたってことはこの辺に。え、でもキノコ見たことないよね。ってなんか前にも言いよった気がする。ね、色変わらんかった今。あれ、コリンクやろ？なんか黄色くなったことない？違う違う。ちょい待って。モンスターボール。捕まえたい。めっちゃ捕まえたい。てか、久々の操作やけんさ。いろいろと、いろいろと、操作を忘れている。はぁ。さっきのさ、え、色が変わったんかな？なんなんやろ。わからんけど、時間帯によって色が変わる？普通に最初から色違いのやつが歩き寄ったのを知らせてくれたんかな。わからぬ。お、あの辺のってなんか落ちてない？気のせいかな。木っぽいものが落ちてるような気がしたんやけど、落ちとってほしいっていう願望か、私の。ちょちょちょ。てか私、あ、間違えた。ボールを投げようと思っとったんやけど、間違えた。まあいいや。やっつけることによっても、図鑑は埋まる。うんうん。え？逃げたな。あ、ほら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 、これこれ。やったー、木材。あと二つ？で、この辺に落ちとるってことかな。ないなぁ。あ、今のは。これ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 。え、これ違う。誰かの落とし物。美奈子の元へ送られてありがとう。え、拾った瞬間に？拾った瞬間に？道具だけ、ワープして送り届けられる感じ？めっちゃ便利やん、それ。あれ？あれってさ、親分とかいうやつじゃない？あれ？普通にその辺におる感じ？怖いよー。恐ろしいよー。なんだかもう関わりたくないんだが。ちょ、待って、ポケモン出す、ポケモン出す。どのポケモン？ブイゼル。ブイゼル行け。よし、戦闘突入。やっつけてしまわんかな。アクアジットとかで言ったらやっつけそうな気がするんよね。スピードスター。あ、ほらほらほら。普通でこんな感じやけんさ、絶対効果抜群やったらめちゃくちゃいったよね。やめとこう。スピードスター。もういけるんじゃない？ちょうど様子も見てくれよるし。あ、違う違う違う。モンスターボール。岩地面やったような気がしなくもないんよね。地面単体じゃないといかんとかある？え、出てきたし。ちょっと。ちょっと。フェザーボールって何？軽いポケモン？鳥ポケモンか。全然関係ないね。普通のモンスターボールで。お願いします。おっしゃ、捕まったよ。これで全然違ったら。ポケモン図鑑で、石粒で、岩地面。いけるんじゃないかな？どうかな？いけてほしい。ただの願望やけど。あ、そっか、進化できるやん。火の嵐進化させよう。はい。
これでマグマらしに。さあ、来い来い。え、これのびっくりマークってことよね、多分。かわいい。おめでとう、日の嵐はマグマらしに進化した。やったね、めっちゃかわいい。いいね。これ一個は多分進化系私持っとった気がするよね。進化させた数、一件。よき。これでまたポイントが稼げるぞ。落とし物通信。何落とし物通信って。目の前が真っ暗になってなくした道具は落とし物と呼ばれます。落とし物は世界の誰かに拾ってもらえばインターネット通信で帰ってきます。え、そうなん、すごい。へー。そっかそっか。オンラインなんよね。いつの時代の人って感じやけど。誰かの落とし物を見つけたらぜひ拾ってあげましょう。落とし物を拾うと持ち主の元へ送られてお礼としてフレンドリーポイント FP がもらえます。ことぶき村の交換屋では集めた FP で道具の引き換えができます。落とし物をたくさん拾って素敵な道具を手に入れましょう。え、これさ、じゃああれ？そのリアルの人の名前？その人がキャラクターにつけとる。なんかめっちゃ NPC でおりそうな感じの名前ばっかやけど。みなこの落とし物。ケーキやメスなど一種類の道具が入っているようだ。発見してみなこの元へ送られた。え、他のは、え、あ、まだ発見してないやつとかも、ここに表示されるん。へぇー。お礼が届いています。受け取りますか？あ、お礼も届くんやね。はい。みなこの落とし物を届けてくれてありがとう。フレンドリーポイント52ポイント。なるほど、お礼ってそれか。自分の落とし物はないんや。え、私何回も死んだ気がするけど、そんなことない？そんなことなかったんかな。じゃあちょっと、私の石つぶてを。さて、ポケモンを預けていくかい？いえ、引き出しに来ました、私。じゃあこの子をとりあえずね。調査頑張ってね。ありがとう。間違えた。すごい動きを。任務リストで、とりあえずちょっとこれの旗を抜けて、畑を耕す相棒やっけ？稲さ。農場の畑が増える。畑ってなんかできるんやっけ？え、そんな、農家的なことができるんやった？まあ、私そういうのあんま好きじゃないんやけどさ。全然あんま好きじゃないんやけどさ。あ、あの人か。おったおった。石つぶてやったら全然大丈夫やろ。力自慢。地面タイプのポケモンを貸してくれるのか？あ、いけるいけるいける。はい。どうぞ。このポケモンを本当に渡しますか？石つぶて大活躍やね。前は漬物石にされたやろ。この村は石つぶてだらけになるんやない。あんたのポケモンのおかげで新しい畑を増やせるぜ。うおー、畑の土がふかふかになっていく。もうめっちゃ気合入ってるね。石つぶても頑張ってくれたんかな。できたぞ。お、これはこの左側のスペースが広がった分ってことかな。見てくれ。あんたらのおかげでいい作物が育ちそうだ。この村が発展していく感じかな。この子にはもう少し畑作業を手伝ってもらうよ。畑を耕せる他のポケモンと交換したい時は声をかけてくれ。おー、なるほど。交換できるんやね。畑を耕す相棒を達成。普通にあれか、見栄えが変わるっていうだけやったんかな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最後まで見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。